安倍前首相、立憲民主党通列批判。月刊花田令和3年7月号において、安倍前首相がインタビューにて次のような発言をいたしました。立憲民主党の枝野さんが、安倍晋三が首相の間は憲法議論をしないと宣言していたことについて、お前が嫌いだから話をしないというのは非常にチャールディッシュ、子供っぽい議論ですよね。じゃあ、 嫌いな私がいなくなったのだから議論してほしい。子供じみた言い訳はもう通用しなくなったということです。さらに枝野さんが選挙を行わずに政権を譲れと要求したことについて、政権を譲るというのは選挙で少なくとも第一党にならなければなりません。連合政権でも過半数を取らなければいけない。仮に 立憲民主党と共産党が連合するとして、衆議院では立憲民主党が114人、共産党が12人、対して自民党は278人です。今、譲ったとして一体何ができるのでしょう。我々が野党の時でも、譲れとは言ったことがありません。解散せよと言ってきた。それが当然でしょう。しかし、か 安倍政権の時から野党は解散に反対していました。解散した時にテレビでなぜこんなに突然解散するんですかと批判されたことすらありました。解散しない限り政権以降はありません。解散するのは菅政権を続けてくれと同義であることを理解しているのでしょうか。さらに、 立憲民主党が政策も対案も示さずに批判、罵詈雑言ばかりを繰り返していることについて、安倍前首相は、野党は政府に対して対案を示しながら議論を深めていくべきですが、対案を示すとは、そこに責任が生じるということ。政策への深い理解がなければならないし、そのために、検算と勉強が必要になります。しかしか単なるバリ増言は その場で思いついた言葉を相手に浴びせればいいだけなので楽なんですね。単に批判をしている人たちはとても気持ちいいでしょうね。無責任に相手を罵倒するだけですから。しかし、受け止める私たちは当然不愉快です。結果、時間を浪費し政府側の生産性を落とすだけ。そんなことを繰り返していれば政治に対して国民が 軽蔑の念を深めてていいってしまいます政府は罵詈雑言を受けたダメージはありますが攻撃した方に得点があるかというと全くないんですねむしろ同じようにダメージを負っている全く何の生産性もないこの10年間それの繰り返しです立憲民主党は何も学んでいないのではないかと思いますとなっておりまして。 こちらおっしゃるとおりでございまして、まあ、現状、立憲民主党などのおかしな野党は、もう日本にはほぼ存在しないような支持層に対して、立憲民主党などのおかしな野党の支持層に対して、アピールを行うために、さまざまな活動をしており、まあ、その結果、国民からも政府・与党からも、おかしな活動に見えているという現実があり、 まあ当然の評価だと思いますが、まあ、こういったおかしな政党については、もう存在しているだけで、国民が被害に遭ってしまっており、まあ、民主党政権の悪夢というか、悪行によって、感染症対策についても、直接的な妨害行為が行われた事実も確認されておりますので、 普段ですねまあ、このようなおかしな野党については、日本の政治の場から完全に退場していただくしかないものと思われます。私もおかしな野党の皆様が、まあ、少しでも成長できるように、改善できるようにさまざまな批判や提案を行っておりますが、まあ、日々の彼らの主張を見ておりますと、 まあ日に日に主張が劣化していくばかりであり、とてもじゃないんですが、改善は見込めませんので、まあ、こういった日本の政治には必要ないおかしな野党については、皆様、今後行われるすべての選挙において、絶対に投票しないようにしていただき、国民のための政治が政府において、国会において、しっかりと、 行えるようになるように、皆様、可能な限りのご協力をお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。